エステルゴームは、ハンガリー北部にある、ブダペストから40キロメートル北西に位置する都市で、ある。コマーロムエステルゴム県の首都。人口はおよそ3万人。市内にハンガリーカトリック教会の総本山の大聖堂があることで知られる。また、実質的には、ブダペストに施設を置く、ハンガリー憲法裁判所は、名目的には、エステルゴムに設置されていることになっている。 マーリア・バレーリア峡ドナウ川右岸沿いに位置する。対岸はスロバキア領であり、橋を越えて移動することが可能である。ドナウ対岸のスロバキア領シュトゥーロボとエステルゴムを結ぶマーリア・バレーリア橋は、第二次世界大戦中の1944年にドイツ軍に破壊され残骸のままであったが、2001年に復旧工事が終了し、現在は徒歩で渡っていけるようになった。 1990年より日本の自動車会社鈴木がエステルゴムに進出している。ドナウ川から眺めた大聖堂エステルゴムはハンガリーの中でも最も歴史のある町の一つであり、その起源はローマ帝国の時代にまで遡る。都市名はゲルマン語オステルリングムに由来する。1000年頃、神聖ローマ皇帝夫を賛成の同意のもと、 ローマ教皇のシルエステル2世からこの地の大聖堂で退官され、イシュトバーン1世が正式にハンガリー王となった。歴代のアールパード朝の王は、この都市を王国支配の拠点とした。大聖堂は、オスマン帝国の襲撃によって一度破壊されたが、19世紀に再建された。フランツリストは、その再建した大聖堂のコケラ落としのために、 グランのバジリカラクセイのためのミサソレムニスを作曲している。この記事は、主にで、エステアゴムレブ20時42分 QMR2005 と EN エステアゴムレブ16時51分22アン2 0 0 5からの翻訳と日本語版独自の画質で構成されています。ありがとうございます。